先週投稿した暗記法の動画、あれ見てほしいんだよな。どうだろう。よっ。お !3 万多いね。3万再生。嬉しい。しかも高評価1000超えてるじゃん。お、珍しいし嬉しい。いやーよかった、撮って。あー嬉しいね。低評価22はね、もうしょうがない。安定だからね。なんかあの日さ、箸もなんか勝手に撮ってあげたんだろ、あいつ。まあ、なんかな、勝手にあげてどうなんだっていう。よいしょ。ん33,000。高評価2,000。あ？え？どういう？どうも、愛知です。今回はですね、私が、まあ、YouTube 以外に本業としてね、仕事もやってるんですけど、まあ、それが何なのかっていうのは、ずっと伏せて、この活動をね、7年間やってきておりまして、で、まあ、それを何やってるのかっていうのをこの動画で、ね、話そうと思っております。また興味ない方はもうブラウザバックをしちゃって構いませんのでね、興味ある方だけ聞いてみてください。で、今までね、伏せてはいたんですけど、その教育関係の仕事をしてますっていうのはずっと言ってたわけですよ。で、しかも、塾はやってませんと、その箱ね、場所を借りてやってるわけじゃないですっても言ってるからさ、いやもうほぼほぼバレてるんだよね、正直言うとさ。で、ほにゃららやってるんですかっていうのもよく言われてて、まあ、それはごまかしずっとやってきたわけですけど、まあ、お察しの通り、私はね、家庭教師をずっとやっております。まあ、今でもちょっとだけやってはいるんですけど、やっておりました。本格的にやすの、だんだんね、YouTube が忙しくなればなるにつれて、こう、仕事量が体一つだからさ、こう逆転してったのね。最初はもう 95% その家庭教師の仕事をしてて、そのやりながら YouTube を始めたんですよ。で、最初はね、まあ、全然見てもらえなかったし、まあ、撮影はずっとしてたんですけど、で、まあ、だんだんありがたいことに見てもらえるようになって、いろんな仕事をいただけるようになってっていうことで、こう逆転してった感じで、今はもうほんと 95% 逆ですね。95% YouTube の方に、ね、時間を割いていて、ね、5% ぐらいが家庭教師といった感じでございます。で、できればですね、ちょっと、まあ、動画長くなってしまうんですけど、なんで伏せてたのかっていうところは、この動画をね、せっかく見てくれた方は最後までちょっと見ていただけると嬉しいなっていうところなんですけど、7年前ですね、自分が始めた時、まあ、2012年の6月1日に、この動画投稿を始めたんですけど、まあ、本当に、今はね、授業動画上げてる方とか、まあ、勉強法を話してる方とかたくさんいらっしゃるんですが、もう全く持ってなかったんですよ。まあ、YouTube 自体も盛り上がってなかったのもそうなんですけど、で、自分が始めた時にもちろんチェックをするじゃないですか。で、まあ、勉強をやってるね、授業動画上げてる人をチェックして、まあ、いたはいたんですよ。ちょっとはね。いたはいたんですけど、でも、ほとんどが、例えば、こんなわかりやすい授業が、この教材に詰め込んであります、みたいな。なんで買ってね、みたいになったりとか、その教材を販売のね、販売促進のための、動画だったりとか、あとは、その自分がこう、ね、その先生がね、授業をしていて、これが、どこどこで塾をやってます、みたいな。来てねみたいな。だから塾の、痛かったね今ね。塾の勧誘のための動画みたいなのはたくさんあったの。それはもうめちゃくちゃあったの。だから自分みたいにシリーズで撮ってるんではなくては単発だよね。わかりやすい授業とかよく人気のある授業みたいなところを挙げてる方は結構いたんですけど、で、自分がやりたいのはそこじゃなかったですし、もともと最初に想定していたのは、まあ、YouTube で広告収入に入ることも知らなかったからさ、広告収入もらえるようになったのは1年後だったので、で、自分の配置っていう人間が売れて、認知度が上がって、いろんな仕事をいただけるようになって、それで食っていけたらいいなっていうのが人生プランっていうか、その時のプランだったの、自分の中では。で、だから YouTube で、その、収益もらえるのも知らなかったし、そこで何かを販売促進をしたいなんてことは全くなかったのね。そう。で、嫌だったのが、それと同じって思われるのが絶対に避けたかったの、それだけは。自分が動画投稿始めた時にいろんなこと言われたけども、そうじゃないんだって。自分の中ではもちろん自分の生きるためにお金は必要ではあるんだけども、そうじゃなくって、やっぱり塾をやってる時にいろんな現状ね、その教育、所得格差、お父さんお母さんの収入の格差が子供たちが選べる教育の差に直結してると、それを何とかしたいって。そのために YouTube が活用できると思って始めた活動だったから、いや、お前もあれでしょって、なんか売りたくてやってるんでしょって言われたよ。めっちゃ言われたけど最初。でもそうじゃないって。で、それをもし自分が家庭教師をやってるって言っちゃったら、結局、この家庭教師の生徒を増やしたいがためにやってるんでしょになっちゃうじゃんか。で、それがもう絶対に嫌だったの。だから、今までね、テレビとかさ、あと雑誌とか新聞とかいろんな取材していただいて、そこでは絶対聞かれるんだよ。もう聞かれなかったことないもん。本業は何ですかって。で、それは言ってた。家庭教師やってますって。でも、絶対に
に言わないでください。これだけは伏せてください。だからそれはみんな守っていただいたんで、今まで、OPI になることはなかったんだけど、まあそんなことをやってました。だから、伏せてた理由としては、そこだね。そう思われたくないっていう、勘違いされた状態で、始まってしまうと、まあ今こうやって見てもらえるようになったけど、もっと時間かかってたと思うの。違う風にやっぱ誤解されて広まってしまったら、一回広まった誤解って回収できないからさ。そう。だからそうなりたくないなと思って始めたのね。じゃあもう一個。今回なんでじゃあこの動画を撮って喋ってるのかっていうと、まあもう7年も経ったし、で今実際ほとんどやってないのね。本当にちょっとしかやってないから、もう喋ってもいいかって思ったのと、もう一個はね、ありがたいことに、去年ぐらいからね、すごい家庭教師やってくださいっていう依頼が多くなってて、まあ自分メールアドレスを公開してるからさ、そこに送っていただいててね、その学生からもそうだし、親御さんからも。で、実はこの7年間やってる中で、多分1年目だったかな。多分1年目だったと思うんだけど、時に、たまたまその時にね、本当認知度もなかったのにね、あるお父様から、娘を見てくださいって言っていただいて、それはお受けしたの。その時はもう暇だったから、時間もあったのもあったんだけど、そう、お受けした。それだけ、一件だけそれお受けしたことあるんだけど、あとは全部もう、その後は断らせてもらっていて、で、本当去年ぐらいからいただいてるのも、ちょっと全部もう返せてないんだよね、結構量が多くって。で、返せてないのもあるんだけど、お断りさせていただいてます。で、家庭教、まあ、場所によってはさ、家庭教師って行けることも行けないとこもあるじゃん。そうすると、オンライン教材というか、ネットで繋いでさ、授業するなんて今当たり前だからそんなの。で、それやってくださいっていうのもすごく言われてて、で、実際、YouTube やってる方、教育系の方とかでそれやってる人もいっぱいいるんだよね。で、正直言えば、それってね、まあ、なんだろう、実際に授業を生徒持つって、お金としてはいいの。だって、特に家でやれるんだったら移動の時間もかからないし、で、家で全て完結するから、で、やっぱ教育ってお金はかかるって、お金は儲かるって言い方も悪いんだけど、まあ、単価は高くなる。割とね。そう。だから、いいんだけど、でも自分は、それをやったら確かに収入は増えるだろうけど、今ね、声もかけてもらってるから、でもね、自分が今やりたいことというか、その、YouTube というかさ、無料で勉強できる、こういう場所で勉強ができるっていうことを日本に広めたいっていう。で、それをやるためには今必要なことじゃないじゃん、それは。関係ないし。そう。で、まあ収入もね、YouTube のおかげである程度生活ができてるから、であれば、自分の夢に向かってというか、そっちを優先してやりたいので、全部断らせてもらってます。で、今後も今んところはお受けするつもりはないので、もしね、そういうふうに思ってる方が、たまたまこの動画を見てくださってる方がいる場合は、申し訳ないんですが、そういうふうに思っておりますので、ご理解いただければと思う、と感じて、ご理解いただければと思います。それをね、お伝えしたくって、今回こうやって公表しようと思いました。まあ、実際さ、家庭教師かよ、つってね、何のひねりもないんだけど、そう、まあでも、まあそんなことをやってました。ちょっとね、うん。まあ今はほとんどが YouTube になるんですけども、はい。です。オチが見当たりません。何でしょうか。恥に勝てばいいですか冒頭やりましたけどね。まさか恥に再生数とコーヒーがこんなに負けると思わなくて。ちょっと、みんなハイチの動画見よう。今回ちょっと、これどっちだろう。右上かな。びっくりマークにさ、俺の勉強法のリンク貼っとくわ。恥のも貼っとくわ。ちょっと公平にするわ。貼っておくから、ちょっと見てください。勉強法で、暗記法か。暗記法のやつは、結構使える、実践できると思うものだと思いますので、よかったら見てみてください。という感じでございました。まあ、特にひねりもないんですが、ぜひね、ちょっとさ、恥に高評価負けてるのが悔しいので、この動画をね、高評価していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。まとまんね。以上です。ありがとうございました。